サルセルは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。サルセルは、パリ都市圏の象徴であり、1955年から1970年に、かけフランス国内で誕生した初期の集合住宅団地でもある。18世紀のカッシーニ地図に描かれた、サルセル・パリの北約1 5トルに位置する。市内は2つの地区に分けられる。 サルセルイコールビラージュと称される、ルビュー・サルセルは、プティローヌ川の橋、境界の周囲にできた地区である。そして現代的な集合住宅群はすべて、ルビュー・サルセルから 1km 南に1950年代に建てられた、サルセルイコールロシェ地区のニュータウンである。コミューンは南北に 4.6km、東西に 3.1km の大きさである。サルセルのレンガ工場、 1900年、ピエール・ブロソレット・ドウリ・サルセルとは、862年に、記述された、孫の輪を作る工場から、ガロロマン語でセルセラス、または、セルセラから派生したと推測される。この地には、旧石器時代から、狩猟採集の民が、プティローヌ川谷へやってきていたのだろう。ロージュロアと呼ばれた土地にあった、ローマ浴場が発見されたことで、1世紀から5世紀の、 間に定住地があったことが確認された。噴属の略奪にあった村は、7世紀から繁栄を取り戻し、サンドニ修道院が領有するところとなった。村の存在は894年の寄進が証拠である。この時にシフランク・オー・ウード一世は、サンドニ修道院の会計、エリマンへ、X ・フィスコのストローセルセラにある王家の農場を与えている。8世紀には、 サーセラとの記述がなされた。モンモランシー家の人々が田舎を整理し、経済成長を助けた。100年戦争中の1420年から1436年まで、サルセルはイングランド軍に占領された。ユグノー戦争最の中の1567年に起きたサンドニの戦いでは、撤退するユグノー軍にサルセルの街は破壊された。15世紀半ばには、サルセルは、 ポパンクール家所有となり、1629年には、公爵寮となった。1685年、サルセルは病院を建てた、オトホール公爵家の領地となった。18世紀の町は、ワイン用ブドウと果樹の栽培で生計を立てていた。1726年に出版された、百科辞典によれば1060人の人口があった。19世紀のサルセルは、 周辺のコミューンと同様にワイン用ブドウ栽培を主たる収入としていた。ワイン用ブドウは高地面積のほぼ全体を占めていた。しかし1879年のフィロキセラ流行でブドウの木は引き抜かれ、サルセル住民は野菜栽培に転換を行った。20世紀初頭、特にエンドウ豆生産が知られ、夏になると収穫のために労働者が大量に雇われた。 6月から7月の収穫期には、サルセル人口はおよそ2倍に膨れ上がった。収穫された、エンドウ豆は、ニューマ社で、アルドパリに運ばれた。共に重要であった、果樹栽培では、洋なしが特に知られた。1870年、町は、プロイセン軍に荒らされた。また1892年には、町で、これらが猛威を振るった。1930年代、 野菜畑はサルセルの高地のうち350ヘクタールを占めていた。20世紀の間、綿棒石工場、アルミ製造り、タイルやレンガ製造といった産業の導入で徐々にサルセルは田園の特性を失っていった。フランス革命期から第二次世界大戦後期までサルセルで採れる天然の泥を用いたレンガ製造で大勢のレンガ職人が雇用されていた。 大戦後にサルセルの歴史は加速度を増した。ベビーブームによる人口の自然増加、そして同時期に起きたフランス領アルジェリアからの引き上げ者の急増が住宅不足問題を悪化させた。第一次の住宅がサルセル村の野原にゼロから数千個建てられた。この住宅団地は長い賃貸の象徴となった。今日、サルセルの住宅団地は 民族が入り混じって暮らす数少ない成功例とみなされているが、フランスの万流で拡大する都市暴力の様相も持つ。現在のサルセルには大きなフランス領カリブ移民の共同体、北アフリカ移民、サハライナアフリカ移民、ユダヤ住民の共同体が暮らす。しかし、多民族の混在は限界に達しつつあり、共同体間の問題も増加傾向にある。二千五年にサる。 セルイコールロシェ地区の誕生を50周年を祝った後、市は住宅団地のリフォームに取り組んでいる。出身者詳細は、カテゴリー、サルセル出身の人物を参照ゆかりの人物。ありがとうございます。